クロードがたどり着いたのは猛虎の亡霊だが、囚われた双子はイズコへと消えたのか。街道に深く刻まれた車輪の跡が哀れな双子の行方を示している。クロードは後をたどった。猛虎兵の眼には暗い焔が宿っておる。魂がつながれている印だ。呪われた猛虎兵は倒れ、結びは解かれた。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。猛虎の荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。I'm trying to figure out how to do that shoulder tackle. Doesn't matter.
万兵は全て葬った。あとは荷車を調べるのみ。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。